これ、スラッグ出ないガチャなんで、気にするのそこだけでいいと。それを僕が証明します。おら、最後盛り上がる。クソが。拍手引くためにノイジー出るのやめろよ。もう試合出てんのにもうんってなんのにな。プロスペン出られたらやれてないよ俺。なんであの見た目で手段とバッターやな、リアルでは。山川がやっぱり30分打ちそうな件について、どうもごとるでーす。はい、最近時期はきすぎやろな。山川セーブ相手に3本、佐々木朗希離脱、コマトル軽いランニングで捻挫とか、IL 入りしたわ俺。いろいろきすぎやろ。なんなんやろな。俺もスペアやけど、佐々木朗希もスペアな、本当に。奥川まさかの逆転ホームランあるかな。佐々木朗希よりも奥川の方が良かった可能性あるよ。もうそんなぐちゃぐちゃの中、唯一のここの支えは細川よ。アンダースの鬼とかしてるから。細川が活躍するなら俺の捻挫くらいくれてやろ。安いもんさ、俺の右足首ぐらい。いつか三冠も取れんじゃないかなと思うわ。本拠地解体するわ。バンテリーさえホームラン出ないマジ。解体せ、引退せ。早速見ようか。もう早速じゃないほど喋ったけど。はい、おお、どうあら統一機にホームランった男。アンチ統一級。水口なんかちょ、イブシキの能力これ。阿部が好きそうやな。おお、二歩二歩くんね。あともうちょっと制球荒かき突入。出た藤田。セカンド守備で唯一菊池が比較された男ね。堅実性のフッチャが守備範囲の菊池かみたいな。おー、石甲子園ビッグ3の人ね。一人意外と装備ないよな。ええ、でも守備と肩はもうリトル信者。つまりもうキツネよ。代打の意味強いヤギ。パワーもう細川クラスだよこれ。細川の立場よ。番長、直線番長ね。いいね。今回番長出る時だけ確定して番手フレーム出してくるな。大竹まさかの強靭で登場。もう広島時代も消したのかな、過去。ここちょっと消えてますね。ああ、このタイミングあれかな、この青木奥さんに妹署で口説いた時かなこれ。はい、そんなわけでした。もうこれ乗るのやろ。ラインドライブ持ちでこのミパはやばいでしょ。まあそれが中村乗りクラスだったけど、もうこのセサリアセカンドとかセンターの森の見てられへんけど俺。よかったな、同じ時代に荒木、バタ、秀典とかいて、もうそれの幸せサードだったんや。でこれ結構な成績よこれ。こんな今の中1いたらどうなると思う。4位は硬いで。大谷どうなったん。え、弱くねえか。これなら広島の時の大竹しやるよ。その方が強えって。なんでそんな優しさ湧きてらなかったの。大竹って復活なん。一回死んだか。なんかずっとなんとかやってきたイメージだったけどな。4番手ぐらい。まあいいや、今回モリノ行っとけ。絶対この目見てたらもう60年目確定の。なんなら40年目確定だった。運営もなんとなく分かってたやろな。この面強くね。なら40年しとこうかなみたいな。まあ40年のモリノもらえるのは嬉しいんだけど。こちらモールド40連目に必ず引く縛り決勝します。40連目に必ずモールド引きます。つまりどういうことか分かるか。モールドがそれまでに出ても必ず40連目に引くということ。モールド40連目に引くと言ったんで40連目にモールド引きます。まあ最近の上の怠惰プレーなもんでんやろ、Sランク時代。もう早速、ちょっと待って、あれ10連目確定じゃなかったよ。なる、何、もうここでモールド出る。ちょっとマジ逆割れたから、俺がモリノスパート引くって言った瞬間、もうならそれならもうエスラブ出しまくってモリノも出したらもんね。そんなという感じです。ふざけんなよ、マジやめてくれ。自チームなし。オッケーオッケー、し自チームないならもう何も言わないな。うん、北島コーチ、ここだ。ヤギ、モリノの代わりに出てくれた。もうさすが大事な神様、ここでも代打してくれたね。ありがとうございます。なんなら俺昔のヤギ代打じゃなくて、スタメン使えばよくねえと思ってた。レフトに正義あるし、あれどこすればよくねえと思ってた。あ、それより後か、金本はヤギがリアタイできてなかったら、そう、俺がなんかリアタイしだしてから金本は肩壊したんや。今回打席に立ってヒットなし、叩きつけた。サードはどうへ。さあ補正まで帰ってくる。金本がやはり投げられません。なんなら金本が肩壊したの俺のせいやな。その肩を直すような確定いきます。こう普通にヤギ2枚とか全然あるからね。なんならここに2枚出る可能性も全然あるから。それならモーリーが出てくれたかもしれないな。ブレるけど、
まあ一番青木とかあの辺が出てくれたら一番ですからかな。ダメね、あんまりもうこんなところでボルト聞く男じゃないんだよ俺。だって今までボルト欲しかったら一番出なかった男、こんな簡単ボルト出るわけない。まずモーリの線を消えた、だいぶ消えたか。まあ出ないのが一番助かるよね。そうで、ここで青木あたり引いて勝ちと。パリー結構グロかったからなメンツとりあえずその辺今日は避けて、よしよし、なしコグラー2歩どうしてだよ。なんか絶妙なとこやな俺まあ現役を知ってる時代だから何とも言えないけど、うん、まあ一番リアクションに困るやつだなこれはい、というわけで残り20連です。この間にモルノを出したくないわけ。はい、確定です。チソーレー、次モルノ確定です。予選敗退です。普通にモルノ引いただけの企画だよ俺何やこのひねりもしゃしゃりもないかここな。まあ実地も確定だなそらな、うん、いやモルノ実地もつけてくれてありがとうな本当に。ごめんさ、数字ばっかり出たからさっきまでいや、いいやら、日本やら。大滝もあるよ、欲しかったよな。FA したとき、広島からクソ叩かれて、今、巨人ファンのプロスピードだから、イライラに叩かれてた。あの男を救ってられるの俺だけだったな。気持ち悪い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 。ここまだ他にエステ出る可能性あるかな、これ。10連目までに。でもまださすがにモルノ出ないよ。うん、プロスピード気にならない。一応モルノ引けなかった男だ。つら構えちゃう。ほらね。で、ね。うん。このモルノ。ごめん、モルノじゃなかったらドアだった。うん、ありがとうございました。普通に僕の純粋は強化されましたね。このスタイルのモルノ懐かしいな。いいね。統一機で打球飛ばなくなって焦って、バット1個ボクしたら余計打てなくなった男ね。バット重たくすればボール飛ぶやろっていうテリプリみたいな理由の一瞬でした。あと一時期ショート荒木とサードモルノでマスオケコンビやった。三遊間でボール飛ぶと怖かったね。というわけでした。こっから GG、めこっから GG 目確定？うおー萌えの時代です。予選敗退です。ちょっと時間大丈夫ですか？また証拠にもせずに出たよ、煙突工事ガチャが。ありがとうございます。誠司さんありがとうございます。じゃあ誠司さんありがとうございます。このガチャだけでいいんじゃないかな、これから。そうしたらプロスピンウェイの評価爆上がるよ。ちょっとこれ問題がありまして、煙突工事にこれ引っ張られてこれ引くでしょ。一度目すなく出たことありません。みんなも思い返してみ、この煙突工事が引きと喜びで結果忘れてるだけで一枚も出てこないでしょ。もう最後の A ランクで俺ちょっと阪神村上やったら狙います俺で。これ A スランク出ないガチャなんで気にするのそこだけでいいと、まあ、それを僕が証明します。おら最後村上やクソが阪神引くためにノイジー出るのやめろよ。もう試合出てんのにもうんってなんのにな、プロスペン出られたらやれてないよ俺。なんであの見た目で低弾道バッターやな、リアルでは。今年全然ホームラン出てないぞ。個人的にも弾道高松を一緒よ。ちょっと時間大丈夫ですか？ホントかやってるのこれ。なんだっけこれ。エキサイティングだっけ？エキサイティングじゃないか。これで選ばれた2人が能力もろもろ出てんねやな。中日は納得の2人やん。まあ今となったら高城の方がやばいけどな。悪いけどちょっと細かの腰。周辺右打ちやなこれ。これはどこのチームですか？近藤に山か。アベレージバッターとホームランバッター一気に揃えたのやばすぎたな、マジ。なんだ、アベレージの方もホームランバッターでもあるっていうね。まあでも俺も7億提示されたら行くわな。中日所属しなかったら。あと中日にタッちゃんがいたら。ここちょっとグロ画像かもしれん。ちょっと、西武応援してるんだけどね。チームトップ打率2割6分は厳しいって。あ、今年いろいろ選ばれた人はこれ出ないんだ、これ。そうだわ。だから今いないんだ、これ。やらかしてる騎士がいない。選ばれない理由ないもん。相打ちもいないし。前川と佐藤輝明。いいね。佐藤輝明を除外してるのやっぱ関東だけだな。ファンを選んでるわ。佐藤輝明やばすぎやけど。何が悪いんだろうな。ヘルナンデスって人周辺に似てんの？さっきの。違う。名前だけはでも聞いてるよ。こいつがいなかったら終戦してたって言ったよね。小林も長期入れてるやつなんだこれ。あと、ナイピすぎまっちこれ。なんでナイピは小林も負けてんだこれ。いや、やっぱ中日はな。誰にしようかな。やっぱ阪神もちょっといいよな。誰を出したいから言うけど。なんかおるぞこれ。誰これ。誰だこれ。この人知らないです。このメンツにノイジー入れてるやつ言われてる。あ、間違えた。え、中押し中見たかったのにちょっと。いや、ちょ、これ選手、詳細見れる。
あれもう決まりじゃん。キャピョノイズ近くて以上、ここまでです。チャンネル登録、ツイッターのお知らせ、ご視聴ありがとうございます。ぜひご覧くださいね。